だまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこのハマル先生くらい。遅刻男がなんだって。失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや逆にその大胆さが次のほかげとしての器を表しているのかな。ほかげになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。そうだね、やっぱり七代目ほかげの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさか、またゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、そんなことは。じゃあなんで顔を背けるのよ、あん。いや、お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度の。ん？はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。了解しました。緊急任務だ。どうやら
近隣の村にクマが出没し田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期火影なんだから。だから火影になるのはわた俺は火影になんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君が火影になるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉い火影なんだし。一番偉いとかなんだとか、そんなの関係。一番地形とかにあるもん見られねえ火影なんて。出せんだよ。クソ親父。それで、そのクマ捕獲は誰に行かせたんだ？コノハ丸の班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りに。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。コノハ丸先生、あのクマパンダの捕獲に使った人。ああ、俺か。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学任務班の試作品。この任務の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな。極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができる。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習とクマ捕獲任務は完了だ。これより7代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って捕獲室に来るように。はい。いいな、ボルト。えいえい、分かってやるすよ。それじゃあ後でな。